神宮寺雄太、イムップとの河口湖キャンプで大空バックに決めショット。平野紫耀からのユーモアコメントが話題。皆様、こんにちは。今回は音楽シーンで新たな扉を開けた注目のグループイムップ、IMP に焦点を当て、彼らの魅力と最新の出来事に迫ってみたいと思います。 特に、神宮寺ゆ太さんとの川口コキアンプでのエピソードには、意外な一面が隠されているようです。それでは、早速記事をお楽しみください。先日、イムップが待望のシングル、クルージンで世界同時配信デビューを果たしました。この楽曲に合わせて、彼らの YouTube チャンネルでは、クルージンのミュージックビデオが公開され、 多くのファンがその新たなサウンドと映像に魅了されています。しかしそれだけでなく、注目すべきは彼らが展開する YouTube 企画。その中でもメンバーが川口湖でのキャンプに挑戦する動画が注目を集めています。舞台となった川口湖では驚くべき景色が広がり、自然と一体感を味わうことができることから、この企画は多くのファンに親しまれています。 驚きと興奮の中でファンたちはある出来事に目を留めました。なんと、新会社戸部に所属する神宮寺雄太さんがこのキャンプに参加していたのです。イムプエのメンバーと一緒に過ごす神宮寺さんの姿にファンたちは興奮と感激を隠せませんでした。 その証拠として、17日に行われた配信されたインスタライブで、イムップのメンバーが神宮寺さんの参加を認めていました。さらに、撮影の合間には神宮寺さん自身もインスタライブを行っており、キャンプの雰囲気や楽しさをファンと分かち合っていたことがわかります。そして、神宮寺さんは自身のインスタグラムにて、そのキャンプでの貴重な瞬間をファンに披露しました。 大空と夕焼けに染まる雲のバックに、神宮寺さんが決めポーズを決めるショットは、まさに絶景と彼の個性が融合した一枚と言えるでしょう。ここで興味深いポイントが、神宮寺さんの投稿に、イムップのメンバーである平野紫陽さんから、ポーズ全部左肩やんしょう、というコメントが寄せられました。その指摘通り、神宮寺さんのポーズはすべて左肩が前に来ているのです。 このコメントが彼らの間柄の軽快な雰囲気をうまく表現していると言えるでしょう。イムプエの新曲、クルージンと川口湖キャンプでの神宮寺雄太さんの参加。このような予想だにしない展開にファンたちは大いに驚きと歓喜を分かち合っています。音楽と自然の共演、そしてメンバー同士の軽快なやりとりが彼らの魅力を一層引き立てていることでしょう。 イムプエの今後の活動にもますます注目が集まりますが、その中でもメンバーたちの日常や意外な交流がファンとの特別な絆を深めていくことでしょう。今回の記事をお読みいただきありがとうございました。イムプエの輝かしいデビューと神宮寺ゆうたさんとのキャンプエピソードについてお伝えしましたが、これからも彼らの新たな展開に期待が高まります。 音楽とともに彼らの素顔や魅力を引き続き楽しんでいきましょう。魅力を